どうも、後藤輝樹です。今回は、新日韓国人と仲良くなろうという話です。8月8日の、夕刊フジに、2面に書いてあったことなんですけれども、日韓の関係改善、真実の歴史回復を、国連で徴用工の嘘を証言、韓国人研究者にインタビュー、日本はより強く立場主張を、っていう記事をちょっと読みたいと思います。韓国の良識派が立ち上がった、いわゆる元徴用工問題をめぐり、国連人権理事会で韓国側の嘘を暴いた、ナクソンデ経済研究所のイ・ウヨン研究員、過去52歳が来日し、夕刊フジのインタビューに応じた。ムンジェイン政権による異様な反日民族主義に異を唱え、真実の歴史を回復することが日韓関係の改善につながると激白した。医師は、戦時中の元徴用工ら朝鮮半島出身労働者の賃金体系などの労働状況について研究している。様々な資料から韓国側の見解が歴史的事実とは全く違うことを突き止めた。スイスジュネーブの国連欧州本部で先月、国連人権理事会のシンポジウムが開かれた。医師は、朝鮮半島出身労働者が長崎市羽島炭鉱で差別的扱いを受けたとする韓国側の主張について次のように反論した。朝鮮人は奴隷のように使われたと主張は全く嘘だ。ほとんどの朝鮮人労働者たちは自らの意思で日本に働きに行った。賃金面での民族差別もなかった。医師は、6日に来日し、国会内で国連人権理事会の報告を行った。その後、夕刊フジのインタビューに応じた。すいません、ちょっと噛み替えたんですけど。まず、反日暴挙が続くムンジェイン政権について、李氏は、もう医師じゃなくて、医って読むんだけど、李って読みます。もうちょっと本当すいません。李氏は、全近代的な種族主義に立っており、来年春の総選挙までは反日は続く。日本政府が韓国に対し自らの立場をより強く毅然と主張することで諸問題の解決は早まるはずだと語った。ただ韓国では現状に疑問を持つ人々は声を上げられずにいる。李氏も先月29日男性2人に研究所で襲撃された。売国奴野郎などと罵られたという。李氏は、今はそうだが反日を煽る動きに疑問を持つ人は多い。私が代表になった反日民族主義に反対する会のメンバーは1000人を超えた。先日、韓国の元慰安婦支援団体韓国低身体問題対策協議会などにも公開討論会の開催を申し込んだ。真実の歴史を回復させる戦いはすでに始まっている。理性的な日本の方々と連携していきたい。連帯していきたい。そうすれば韓国もきっと変わるはずだ。という記事なんですけども、このイ・ウヨン研究員っていう方だが、親日派というか、知日派というんですか、日本に対して好感を持っている好意的な韓国の人だということでして、まあね、韓国というと、なんかもう、10羽1唐揚げみたいな形でね、反日的な国だ、韓国は反日だっていうふうに、思い込む人もいるとは思うんですけども、まあ、すべての人がね、すべての韓国人が、日本に対して反日的だとは僕は思っておりません。親日的な韓国人、好意的な韓国人も必ずいると僕は思っていますので、そういった方々とね、日本も連携し、仲良くし、韓国人と、良い関係を作っていけたらなと僕は思います。もちろん、ちょっとね、おかしなことを言ってるね、韓国の人がいたら、もうそういう人たちは本当にもうここを断絶っていう感じでいいんですけれども、日本に対してね、好意的に思ってくれてる人たちとは、日本も好意的にね、友好的に付き合っていけたらなと僕は思います。ということで、後藤輝樹様より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。